油断禁物だな。なるほど、まだ実体化しきってない。だから気配もないと。頭いいねこちら。以前の怨霊と同様、倒しても散っただけで滅してはいません。それどころか己を捨てて他と混じり合い、一つとなって力を増そうとしています。合体してパワーアップかよ。どうすればいいセタ？より大きな力で駆逐するしかありません。霊力が。光太郎さん、矢田を使います。合図したら札はあの音量で叩きつけてください。大丈夫なのか？無理って言ってたじゃないか。一度ならなんとか大丈夫です。これなら分かった。合図頼むぜ。行きます、光太郎さん。やった。手にやらせてもらうぜ。やったか。いいえ、逃しました。直撃だったはずなのに。指揮所、あの間合いで打ち崩せないなんて、敵を甘く見すぎました。次は必ず。ああ、そうだな。おい、虫が。おっさん、海子たんもこっちは大丈夫だ。なるほどね。どうやら襲われた人間たちも気絶している以外は特に問題はないわ。正気を襲われた様子とかもない。どうやら脅かしたというところらしい。一体何が目的なんだか。ま、誰も死んでない。まずはそれを良しとしようじゃない。企み事を暴くのはその次だろ。だな。連中の思惑通りなら、なぜこれで城が落ちない。エネルギーは集まったはずだ。連中は失敗したのか。いや、まだ何かを企んでいると見るべきか。まったく厄介な。どうかしたのですか？遊騎嬢か。いや、なんでもない。年を取ると独り言が多くなるのさ。ああ、そうなのですか。どうした？なんかあったのか？あ、光太郎先輩、プチ太郎が屋上から落ちたんです。なんだって？屋上でお化けに襲われた時にプチ太郎くん私のことかばってくれて、それで。おい、大丈夫かレイ？先輩。おい、しっかりしろ。救急車は呼んだのかよ？さっき呼んだところです。もうすぐ来るはずなんすか。光太郎、俺が応急手当てする。お前は呼びかけてやってくれ。意識がなくなるのが一番危ない。すまねえ、頼む。俺はお前を助けにここに来たんだ。これも仕事のうちさ。おい、しっかりしろ。遊びに行くって約束しただろうが。嬉しいや、先輩ちゃんと覚えてくれてる。先輩忘れっぽいのに。大丈夫だ。折れた骨が内臓に刺さらないように処置しただけだ。先輩、僕ちゃんと言いつけ守りましたよ。言いつけ？ひどいですよ。忘れて。困ってる人助けてやれって。逃げも隠れもするな。堂々としてろ。多少染みはするな。必要な時は全力で。それから困ってる人は絶対に助けるんだ。そうだったな。ごめんよ、俺が忘れてちゃダメだよな。お前よく頑張った。よかった先輩に褒めてもらっちゃった。救急車来たぞ。しっかりしろよ。大丈夫です、先輩。後で行くからな。大丈夫だから安心して行くんだ。いいな。レイ、大丈夫かな？チアノーゼはなかったし、多分内臓破裂もしてない。頭を打ってないならまず大丈夫だと思う。サンキュー。ほんと感謝する。さっきも言ったが仕事のうちさ。まあお前に感謝されるのは悪くない。信頼を確かめ合ってるところを本当にすまないんだが、そろそろ後始末をして帰ろうじゃないか。やることはまだまだ残ってる。ああ、すまねえ、おっさん。分かったよ、剣道場。じゃ、行こうか。ここが一番良さそうじゃないか。闇を来たれ、影を来たれ、果たされん望みを形取り、怨念となして宝石にせよ。いい子だ。お前にはこれからたくさん働いてもらうよ。苦しいかい？苦しいよ。幸せになりたい？なりたい。私は通りすがりの正義の味方さ。君の果たされぬ願いを叶えに来た。私の望み。その宝石があれば健康が戻る。大切な人と一緒に太陽の下も歩ける。邪魔者はもういなくなるだろう。そうなることがあの人の望みだろう。そうかな。こうはそう思ってるのかな。君を健康にしたい。ずっと彼はそう思ってきたはずだ。月子、月子、大丈夫か？遊園地、月子も一緒に行けたらよかったのにな。彼は君を選ぶはずだ。今度こそね。さあ、選び取るといい。君の幸福を。そう、それでいい。妥当な選択だ。私じゃダメだって分かってるのにね。こうにはさよさんがいるんだから。私が入り込む隙はもうないよね。だったらどうしようもない。考えたらこれってコウが狙われてるんだよね。私がこの石捨てたら次は他の人がコウを陥れる道具にされちゃうのか。それなら私が持ったままの方がいいか。他の誰かが巻き添えになるよりマシだよね。死にもこんな気持ちだったのかな。こんなに力がみなぎってくる。すごいわね。でもちょっと強すぎね。セーブしないと。このままここにいたら溢れ出した力で病院のみんなが危ないか。これじゃ離れるしかないわね。このままじゃみんなにも元気でね。やはりただの女ではなかったか。ま、彼女が元気すぎて困ることもあるまい。せいぜい好きにやってもらうさ。なんだ、携帯かよ。いきなり鳴るから何かと思った。あれ、知らない番号だな。はい、久我です。もしもし、久我幸太郎さんですか？はい、そうですが。